こんにちは、バンバです。バンバと一緒にアマゲガン食べに行こうのコーナー始まりました。よいしょ。今回ご紹介するのがですね、新潟市南区にあります、こちらになります。通り沿いにあるので何回か通ったことあるんですよ。気になってはいたんですけれども、ちょっと SNS でクレープの画像を見たら行かずにはおられへんとなって今回来ました。早速ですけど行きますか。行きましょうよ。はい、ようこそこちらになります。すいませんカフェ慣れてないのバレバレになっちゃった。眼皮を見てくださいよ、皿型クレープね。あららら、これはナイフとフォークでいただくやつだね。そうでございますよ。クレープのチョコミントとあとクリームブリュレ、クレナクレームブリュレ、しかもこれメロンアイスがあって溶けても美味しいっていうね。味を濁さない薄めないスタイルね。最高ですね。時間が経つとどんどん濃くなって濃い、めっちゃ濃い、美味しい。ああいう喫茶店のさ、メロンソーダとまた一風変わったね。味も上品というか美味しいです。この人つけたいだけだ。ここだけの話、クリームつけたいがためにこうたくさん傾けたんだよ。コーヒー鬼圧。濃厚ソースで一気に、あーあー強い。上にシュガーの塊があるのね。そういうこと、シュガー爆弾。いやー、まあ、やばい、爆弾。生クリームここに挟まってるわけね。やばいやばい、これは絶対美味しい。やばい、チョコを絡めてさ、いやうまい、みんな好き。もう手が最初カスタードクリームがインパクトあるんだけど、噛むにつれて中に詰まってる生クリームがね、ブワーン、やばいね。クリームの2段階右折みたいなね。
なんかここに来るとさ、小学校の時にできなかった夢が一気に叶う。分かる。ね。うん。あとサロナメリカ。それはちょっと強靭なハートがいるわ。いいね。24時間。24時間。ぜひぜひチェックしてみてください。サウスダイニングさん、ごちそうさまでした。本当にね、ガンガイって一言が心に染みてることなのか。つまりたし。小学校の頃、叶えたかった夢が全部叶わないっていう。あの大量のメロンソーダを飲みながらさ、甘いクレープ生クリームいっぱい食べて、さらなめる夢は叶えられなかったけどね。ちょっとね、それは各自自宅でやりましょう。さすがにそこはちょっとね、さすがにできなかった。いや本当に大満足ですね。あと子供連れが来て、子供が遊びながらお母さんたちのカフェ楽しめるっていう空間もあったんで、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしければ高評価、チャンネル登録、たくさんコメントお待ちしております。ではまた、バンバとカフェに行こうのコーナーでお会いしましょう。バンバンバン。小学校レベルのピース。やばくないですかこれ。これもし来たい人いたら探してみてください。ちょっと悲しい話になってしまうかもしれないけど、これは上小さい頃貧しかったじゃん。家で唯一食える甘いものといえばさ、角砂糖でさ、ポカリセットなんか飲めなかった、自動販売機もなかったしさ、唯一の楽しみの飲み物といえば牛乳に角砂糖溶かして飲めるやつ、あれが唯一のこういうね、美味しいのを食べれて、なんていうかな、